はい、どうもこんばんは、ゆうへいです。さてね、今回も Vlog 撮っていくんですけども、月に1回ぐらいね動画上げたいななんて言ってたと思うんですけどね、前回の動画で。あれからね、早くも約1ヶ月が経とうとしております。時の経つのって早いよね。別の動画ねちょっと上げようとしてたんですけど、それ上げなくて、まあ今に至っちゃってるんですけれども、まあそんなこんなで今日はね、今たまたま親が出かけてていないので、晩ご飯でもね作りながらニートについてちょっと喋ってみようかなと思います。僕ね、なんだかんだもうニート歴長くて1年以上になるんですよね。こうなってくるともう結構プロのニートなんで、まあね、ニートってどういうもんなのかっていうことが、まあ、知りたい人もねいるかもしれないんで、それをお伝えしたいなと思います。これからねニートになっちゃいそうな人とかもね、どうしようなんてことになってるかもしれないんで、ぜひね参考になればいいなと思います。というわけで、晩ご飯はこのうどんにしようと思います。冷蔵庫になんか中途半端なやつがあったんで、これを使っちゃいますかね。なんか量的に中途半端なんで、ちょっと具を多めにして焼きうどんにしようかなと思います。そうすればまあ美味しいでしょう。はい、焼きうどん作ったことないんですけども、まあやってみましょうかね。さあ、さてね、まずはニートのいいところ、メリットから紹介したいなと思います。まずね、そのいいところ一つ目、やっぱお金ですよね。ニートの場合お金がかからない。家賃もただ、光熱費もただ、水道もただ、ガスもただっていうことになってるんで、まあお金の面ではね、まあだいぶメリットは大きいですよね。まあお金がね十分あれはニートなんかやってないんですけど。そしてニートのいいところ二つ目は、そうね、まあ家事をしなくていいっていうのありますよね。まあ今親いないんで、僕こうやって晩ご飯作りますけども、まあ普段はね親が作ってくれるし、まあ洗濯もしてくれるし、まあ掃除もしてくれますかね。ただ僕お昼ご飯と晩ご飯の後片付けは僕やってるんですよね。偉いでしょ。ただまあそれ以外の家事はまあほとんどやってないですね。買い物もまあたまに行く程度、掃除もたまに掃除機かける程度かな。洗濯はほぼほぼやってないですね。このね炊飯器がね、おお、この特殊なやつですごいうるさいんですよね、これ。ニートのメリット3つ目は、働かなくていいですね。ゴロゴロしてても許される。まあこれはメリットっちゃメリットですね。朝何時に起きても怒られませんからね。働かなくてもいい。一生懸命朝でガーッと起きて会社に行くというようなことはしなくていいですね。まあ、これはね、まあ楽といえば楽ですよ。のんびりと起きればいいっていうことなんでね。まあ、ただ僕の場合だいたい7時から8時の間にはまあ起きますけどね。というのもね、結構なんつうの、親がやっぱり活動してるんで、その音で目が覚めちゃうんですよね。まあこんなもんですかね。しかしニートのメリットというかいいところ、まあ、とりあえずお金のメリットがあって、家賃とか光熱費がないと、そしてまあ家事はしてくれますよと。そして会社に行ったりとかね、そういうことはしなくていいよと。ニートですからね。まあだからニートなんですけども、会社に行ったりとか、まあそういうね時間の縛りがないっていうところがありますよね。いつ起きてもいいし、まあある意味自由といえば自由なんですよね。社会的には自由っていうか、まあどこにも属してないですからね。まあ自分の勝手というかっていうことにはなりますね。
さあ、というわけで、まあ、いいところはね、だいたい言ったかなと思うんで、次はニートのデメリット、悪いところですね。これはね、今さっきちょっと言ったことと矛盾するようなことをいきなり言うようなんですけども、まずね、一つ言いたいのは、自由がない。ニートはね、やっぱりね、ニートなんですよ。だから、ここ僕の家じゃなくて親の家なんですよね。こういうことも人の家なんですよ、自分家じゃなければ。だから何かにつけて、なんややっぱりその家にはその家のルールがあるんで、もうそこに従わざるを得ないというか、もう何でしょうね、この例えばこのソースの置き場所、まあ、こっちにあったんですけども、まあ置き場所からゴミ箱のね置き場所からとか使い方とか、そういうのはもう全部ね、こう親のその家に住んでる人のいうことに従わなければいけない。それがニートっていうことにはなってきますよね。で、僕ニートになる前はやっぱり一人暮らししてたんで、まあ何もかも自由ですよね。その代わりこのね、自由がないっていうのは僕にとっては結構しんどいですね。この家に住んでる人の邪魔をしないように、その余白を借りて生活してるみたいな、そんな感じなんで、もうしんどいんですよね、そういうのが。僕にはあんま向いてないんですよね。まあ、これが1個目のデメリット。そしてニートのデメリット、2個目はね、そんなにデメリットじゃないかもしれないんですけど、バイトとかね、手伝いを頼まれることがよくあります。ちょいちょいありますね。なんやろうな、多分ね、俺にじゃねんとか言ってる僕も悪いんですけど、暇やと思われるんですよね。まあ、時間があるんだろうなと思われがちですよね。まあそれはそうですよね、ニートで家にいるんだから。なのでバイトとか手伝いを頼まれちゃう。だけど僕の場合はまあニートなんですけど、自立目指してなんやかんや頑張ってるんで、あんまり時間はないんですよね。だからバイトとか頼まれたら、まあちょっと断っちゃってるんですけどね。やっぱりその自立を目指すにあたって、バイトをしたってそこには近づかないと思うんですよね、時間を使うだけで。だったらその自立目指して、そのバイトしてる時間をなくして自分のために当てた方がいいかなと思うんで、まあ僕は断っちゃってるんですよね。人助けをしている時間はないかなという感じですよね。助けてほしいのはこっちですからね。なのでまあバイトを頼まれたりとかは時々あります。断るのもしんどいですよね。焼きうどん完成。美味しそうやな、意外と。それではいただきます。いやうまそうやな。一応味付けは醤油とソースです。久々に食べたな、焼きうどん。さあ、それでね、ニートのデメリット3つ目なんですけど、まあこれ最後にしようと思うんですけど、引きこもりになっちゃいますね。特にそのまあニートなんで、まあやっぱり会社に行ってないと、なんやろうな、毎日どっかに行くっていうことがないんで、引きこもりで運動不足、これですね。これはね、結構デメリットやと思う。意識して体を動かさないと、ほんとね、なんやろ、家から出ないし、もうね、体がね、ぐったるんでくる。だって家事もしないし、外行ってね、なんやかんや運動するわけでもないし、なんだかんだ言ったの、会社に行くってそれだけでも結構エネルギー使ってるはずですよね。だから家で仕事してる人っていうのは結構運動不足な人多いんちゃうかなとは思いますね。まあそんなこんなで、ニートのデメリットですね、悪いところをまとめると、まあ、自由がなくて、よくバイトとか手伝い頼まれて、なおかつ引きこもりになって運動不足になる、そんな感じですかね。自由がないんですよね、やっぱり家の中で。社会的には自由ですけどね、何もしてないんで。だけど家の中ではやっぱ自由がないんですよね。
まあ、トータル的にどっちがいいのっていうのは、まあ、その人によって違うとは思いますけど、まあそうは言うてもニートやってて嬉しいよっていう人はあんまいないでしょうね。なんだかんだ嫌なもんですよ、ニートなんて。やっぱね、ちゃんと働いて自分でね自立して生活していかないとダメですね。うん、もうなんだかんだ言ってね、僕ももうニート1年以上になっちゃって、いつの間にかプロやなんて言ってる場合じゃないんで、そろそろねほんま出なあかんですよね。うん、なんとかね自分で稼げるようになれたらなとは思ってたんですけど、まあうまくいってないっていうか、なんか時間かかってるっていうか、同じですね。まあまあそんな感じなんで、っていう感じではあるんですけどね。まあもうそろそろ精神的には限界を感じています。はい、とりあえず今後の目標はまあ脱ニートですよね。とにもかくにも脱ニート。次回の動画はね、何になるかな。一回動画だとね、気持ち的にはまた動画出したくなるんですよね。ポン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 出したくはなるんですけども、なんやかんやちょっと間が空いてしまったりするんですけども、まあ細々とでも続けていこうと思ってるんで、よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。